ついに来てしまったプローゼンソニックメガ 8K 史上最大の個人で買える光造形の 3D プリンターです。あとついでに出産いたしました。ありがとうございます。皆様ごきげんよう、宮豆さんです。本日はついに個人で買える中では史上最大の光造形の 3D プリンターのプローゼンソニックメガ 8K の動画ではありますが、レビュー動画ではございません。正直そこまでたどり着いておりません。というよりもたどり着けるかもわかりません。この動画はあくまでもまあ人の不幸を覗くような視点で見ていただければ幸いでございます。さて、まず届きましたのがこちらの巨大な箱でした。そしてここで発狂寸前に追い込まれました。メガ 8K 本体とか内容物含めて40キロは超えておりましたので、ここから引き上げるのは辛かったです。私が野球選手でしたら、肘に疲労が蓄積して選手生命が10年くらい減るところでしたよ。それで私の作業部屋がもうすでに撮影スペースがないため、三脚を立てることすらままならない状態となっております。かなりお見苦しい映像かもしれませんが、ご了承いただければ幸いです。はい。そしてここからが本編ですけれども、マジで巨大すぎますね、こちらの段ボールはね。犬が40匹くらい、所狭しと敷き詰められていたらどうしようかと思ったんですけども、中身はメガ 8K で安心いたしました。この辺りに犬入るよね。引きずってなんとか作業部屋まで持っていたんですけれども、ここで精神崩壊して2日間放置しちゃいました。ごめんなさい。取り出し方がね、あるみたいですので、ちょっとね、ここを、ナイフで切っていく。うん。超巨大光造形 3D プリンターのメガ 8K の取り出し方は少し独特です。こんな情報、誰にも役に立たないと思いますが、緩衝材の上の方を切断していきます。詳しくは、プローゼンの公式ホームページをご参照いただければ幸いです。おー、はい、取れました。これ。ドコン。そしてここで、とんでもないものを皆さんにお見せすることになります。なんじゃこりゃ、やば。入りきれますかね、これ。なにこれ。もんじゃ焼きかなんか、お好み焼きできるかもね、これでも。こちらです。これは、メガ 8K のプラットフォームです。一瞬、機動隊の人が赤の攻撃から身を守るために使う盾かと思ったんですけども、まごうことなき、プラットフォームでした。で、これ取るのが。で、取りましたんで。ドゥー、ブブブブラッテタラッテゥー。まあ、変なテンションになっておりまして、私の方が先に薬物検査で捕まる疑惑が湧いてきましたが、正常です。こちらはレジンバットですね。豆腐屋を始めるわけではありません。これがこうか。うわでかい。あまりにも巨大すぎるためか、2つのハンドルでプラットフォームを固定するみたいです。空箱、空き箱です。プローゼンのケース。開けてみましょう。メガ 8K。はーい。開け中身。説明書。付属品は特に特別なものは入っておりませんでした。六角レンチやロートやニッパーなどのいつものコースです。ただし、マニュアルには日本語が記載されていません。あと、プローゼンの謎のシールも付属していました。用途は不明です。ギャー3品ですね。3品。ケーブル関連もまさかの3品で1メートル程度という無能すぎる長さのため、なんとも使いづらいですね。別の電源ケーブルを用意した方がいいと思います。ということで、電源コンセントが近くにありませんでしたので、機材を移動して映像は少し飛びますが、ご了承ください。うわ。そして、起動した瞬間に爆発することもなく、LCD パネルのチェックも完了いたしました。OS は地図系みたいですね。図体は異常ですけれども、ソフト関係は至って普通のようです。うるさ。3D プリンターの不具合で怖いのが中央の軸が曲がっているケースなんですけれども、こちらも問題ありませんでした。まあちょっと騒音がうるさいかもしれませんね。いつもならここで Z 構成ですね。プラットフォームのレベリングを行っていきますが、メガ 8K は工場出荷時にはすでに調整されているということなので、する必要はありません。とこんな感じで、とりあえずざっくりメガ 8K の梱包物などを見てまいりましたが、
メガ 8K を使うための煩わしい設定など頭を使う必要は一切ありません。初めての方でも問題なく起動して使うことができますけれども、一番必要なのは知識ではなくて筋肉だと思います。メガ 8K をこれから導入しようと考えている変な人がおりましたら、筋肉を鍛えておいてください。そしてその後は作業棚にメガ 8K を置く必要がありましたが、ここで力尽きて再びメガ 8K を1日寝かしました。翌日作業棚になんとか設置完了。うちの母様と一緒に作業してなんとか設置できました。ここでこの日は気力がなくなったので再び放置です。ということで、作業棚にメガ 8K を上げていきましたが、取っ手のパーツを取り付けるのを忘れていましたので適当につけていきます。軽くレジンバットの確認をしていますけど、巨大なレジンバット本体とネジは別々みたいですね。今回は最初から同梱されていたテストモデルをプリントしていきます。 SK のレジンの うわーやべ間違えた。若干謎の白濁液をこぼしてしまいましたが、造形はいつもの SK の水洗いレジンで行っていきたいと思います。 SK 本舗の灰色レジン使っていきます。テストでね使っていきます。ちょっと混ぜちゃうけどね。ちょっと本体自体の水平が取れていない疑惑がありますけど、まあこれでやっていきます。とりあえずテストでやってみますね。これでじゃあやってみよう。うわ、音まあまあうるさいな。ということで大変お待たせいたしました。ようやく初めてのメガ 8K 度の印刷を行っていきましょう。といっても今回作るテストプリントのモデルはとても小さくなる予定です。あ、これレジンのあれだ、流れよね。うわうお、じゃあ閉じます。閉じていきます。じゃあ一旦騒音は結構うるさいですが、ソニックミニオン K よりもファンの音が明らかにうるさく、56dB くらいはしますね。結構発熱があるのかもしれません。しかしこちらのメガ 8K、プリント時間がくっそ遅いです。この大きさならば、2時間もあればプリントできるかと思ったんですけども、3時間以上は余裕でかかりました。できたのは当のモデルですけども、めっちゃちっちゃいです。小さすぎて、見失いましたわ。ソニックメガ 8K は 8K サイズの解像度を誇りますが、造形サイズが大きすぎるため造形の精度というか、ま、綺麗さは6インチサイズの 2K 機と 4K 機の中間となります。印刷品質は割といい感じで、ほとんど積層感はありませんね。ということで無事に動作できることが分かりましたので、今回は検証用としてイゼルロン要塞を作っていきます。メガ 8K の造形サイズは横に 33cm の幅が 18cm なので、なるべくギリギリのサイズを狙っていきます。ちょうど手元に青いレジンがあったので、これを使えば一瞬でイゼルロン要塞が作れると思ったんですけれども、この判断が絶望へとつながっていきます。めっちゃいい感じの青ですよね。ということでプリント開始。やっぱり騒音は結構しますね。あとプラットフォームが下に下がるスピードは随分ゆっくりな感じがいたします。プラットフォームが飛行機の中の翼に見えてきましたね。蝶々ジェラルミンか何かでしょうか。プープーじゃねえよ。あと相変わらず光造形の 3D プリンターは成功しているかどうかが全く分かりませんね。そして十数時間後、完全に失敗しているのが分かりました。虚しくサポート材だけが造形されてしまっていまして、要塞本体は消えてしまってますね。で、残念な結果に終わってしまいましたが、とりあえず固まったレジンを除去しなきゃいけませんので、一度プラットフォームを取り外して確認してまいります。ようやく取れましたわ。とんでもなくプラットフォームが重たいです。ビルドプレートはこんな感じです。なんか流体金属というよりはガミラス星人を100人くらい車で引いた跡みたいになっていますが、一応ビルドプレート自体にレジンが吸着してくれたのは良かったなと思いました。ただここからが問題です。
3D プリンターでめんどくさいのは造形に失敗した後の処理です。まずはレジンバットのクリーンを実行して UV で照射してレジンを固めていきます。なんか綺麗な湖みたいになっていますけども、カラチャイコが何かでしょうかね。ベリッとレジンを剥がしました。これでレジンバットは綺麗になりましたが、問題はビルドプレートからレジンを引き剥がす時の作業がガチで辛すぎました。これが全く剥がれません。数分間格闘してもまだ取れません。人生とともに一旦放棄いたしました。そしてまた再開しました。まだ取れません。もはやレジンを引き剥がすというよりは化石を発掘する人みたいになっていますが、この問題の原因はビルドプレートの構造です。円形にくり抜かれた部分のレジンも硬化してしまい、過剰なまでに吸着力を発揮してしまっているんだと思います。ビルドプレートからの引き剥がし作業はまさしく難攻不落、絶望的なまでにやりづらい地獄のような作業でした。ガチで1時間以上かかりましたよ。そして2回目のプリントではゼルロン要塞のサポート材のベース、まあ、ラフトと言うらしいんですけども、ラフトの厚みがありすぎた可能性がありましたので、かなり薄く設定しました。またサポート材の数もかなり多くして再チャレンジを行っていきます。結果はダメでした。普通に1日以上かけて失敗するのはメンタル的にも非常にきついです。ショックがでかいです。失敗理由はレジン不足でした。合計 370g のレジンを使う大物でしたが、見積もりが甘すぎましたね。そしてラフト部を薄くした効果はそんなにありませんでした。多少はマシになったかもしれませんが、相変わらず信じられないくらい引き剥がしづらいです。あまりにも辛すぎます。全く取れなすぎるので、六角レンチをビルドプレートの穴に刺して力ずくで押し出す方法も試してみましたが、あまり状況は変わっておりません。とにかく疲れます。はい、まさかの引き剥がすだけの作業に1時間かかるとは思いませんでしたね。心筋梗塞になって死因がメガ 8K になるところでしたが、かろうじてなんとか引き剥がすことができました。二度としたくありませんね。そして残念ながら青色レジンが切れてしまいましたので、ゼルローン攻略作戦は中止することにいたしました。ということでイゼルローンは諦めまして、私の巨大フィギュアを作ろうかなと思います。まあ、今回は造形だけですね。回転をこの始めルール、うん、うわー2キロだやば、2キロです。ということで目標を変更して巨大な私のフィギュアを作ることにいたしましたが、そのまま造形しようと思ったらレジンの重量はなんと2キロにもなってしまいました。その後中空処理を施して 800g 程度に削減しました。ただイゼルロン要塞ではあまりにも時間がかかってしまいまして、今回のフィギュアはさらに巨大です。メガ 8K の設定を確認したところ、露光遅延という項目がかなり大きな数値が入っていましたので、これをかなり少なくしていきました。これで印刷時間がだいぶ削減できると思いますので、プリントを始めてまいりましょう。使用するレジンはメガ 8K に同梱されていたプローゼンの新しいレジンですね。色的には、まあ、フィギュア全般に割と使えそうな色をしているかと思います。こちらは水洗いレジンではなく通常のレジンですけれども、この判断も絶望へとつながっていきます。数時間後、なんかメロンパン入れが浮いているかと思ったんですけれども、これは一体、私が東京湾のようなレジンの海に沈んでいますので救助していきます。死んでますね。悲しいです。まあこれは失敗のように思う方も多いかもしれませんが、ちょうど私の後頭部だけのフィギュアが欲しいと最近思っていたのでちょうど良かったです。ただこの幸せを分かち合いたいと思っておりますので、視聴者プレゼントにしようか若干悩んでおります。あとはほぼうめき声しか入っていませんが、このレジンはかなり柔らかいため比較的楽に引き剥がすことができました。それでも通常のビルドプレートに比べると非常に引き剥がしづらいことに変わりはありませんが、いらっしゃいませ。
ということで再度プリントしていきますが、サポート材を増やしたことで一応成功しているように見えてきますね。ただ若干絵面が怖いです。何かいけないものを錬金術で生み出している感がありますね。この肌色が若干 AI に引っかからないかどうか怖いっちゃ怖いんですけれども、普通に服を着ていますのでご安心ください。無事に出産できました。ありがとうございます。プリント時間は35時間もかかりました。半端ねえの。ということでまずは周辺の不快の植物のようなサポート材を手で無理やりむしり取っていきます。この地獄のような作業を頑張ってやっていきまして、ようやく全てのパーツを引き剥がすことができました。だいぶ筋肉が悲鳴を上げております。しかしここで致命的な問題が発生。こちらの私の巨大フィギュア洗浄できません。今回は水洗いレジンではありませんので水道で洗うことができません。 IPA を貯めている容器には当然全く入りませんので、仕方なくそのまま硬化することにいたしました。メガ 8K クラスにもなると硬化装置も巨大なものが必要ですけども、この日のために特製の硬化装置を私は作っておきました。こちらはまだ仮の状態ですけれども、強力な UV を四方から当てることができるというお手製の硬化装置となっております。まあ正面と背面には当たりませんけども、まあその辺はご愛嬌ですね。無理やり硬化して完成です。さてよく見ますと腕の造形に若干、まあかなり失敗していました。これはプラットフォームのハンドルが少し緩んでいたか、途中で緩んでしまったことが原因だと思います。まあいかんせん35時間もプリントする必要がありますので、細かなエラーが重大なエラーにつながっていくような感じはしますね。通常でしたらもう少しパーツを分割してやるのがベストであるかと思います。残念ながらプリント成功とはとても言えませんでしたが、とりあえず私のメロンパンバージョンが造形できてよかったです。はい、ということで本日はあまりにも巨大すぎるメガ 8K の光造形の 3D プリンターを使ってみたという動画になりました。性能は全く分かりませんが、これから忍耐生活が始まることはなんとなく察しております。今後作っていくのは氷山空母か50万トン戦艦のフルハルバージョンあたりを想定していますけども、氷山空母の完成は全く進んでおりませんので、ちょっと動画の更新ペースを下げてモデリングに集中しないと一生完成できない気もいたしますね。はい、ということで本日の動画は以上となりますが、今回の動画から定期的にいただいたイラストをご紹介いたします。素晴らしいイラストを描いてくださりありがとうございました。この場を借りまして感謝申し上げます。メガ 8K やこういった分野に興味がございます方は我がチャンネルの登録も何卒よろしくお願いいたします。それではまた皆様次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。はい、1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。